2020年3月、小田急線の利用者、そして鉄道ファン待望の新型通勤形車両、5000形がデビューしました。この動画を作成している時点では、10両1編成が運用されており、快速急行から各駅停車まで幅広く使用されています。車内空間の快適性に重点が置かれた設計、洗練された外観デザインなど評判の良い車両です。2019年度の発表によると、2020年度は10両編成5本の投入が予定されていますが、計画通り投入された場合に起こる小田急通勤形車両の変化について予想してみたいと思います。あくまで個人の予想であり、外れた場合でも責任は負いかねません。5000形は、すでに営業運転を開始している2019年度製造の 5051F、そして2020年度には10両編成5本の製造が予定されています。利用者の減少などによる経営面の影響から、当初の計画が変更、もしくは延期といった可能性も考えられますが、この動画では、予定通り投入された場合を考えていきます。3月に営業運転を開始した 5051F は増発分とされているようです。これは、福福戦火による、ダイヤ改正のよる車両不足を補うもの、新宿発着の各駅停車の10両編成を増やすといったことですが、結果的に自己廃車となった。8000形の6両編成、8264F の穴埋めの意味合いもあるように捉えられます。2019年4月の5000形発表時から2021年度以降も増備されるのではという予想があり、2020年度までに製造される車両は、川崎重工業と総合車両製作所製であり、設計に日本車両が関わっていることからも、このような予想があります。5000形の第2編成、5052F と思われる車両は、すでに川崎重工業で目撃されており、順調に行けば、6月から7月頃にかけて小田急へ輸送され、7月くらいには営業運転が始まることも予想できます。5052F が営業運転を開始した際には、既存車両にも変化が考えられます。現在、小田急通勤形車両の中で、早期の置き換えが予想されているのは、8000形海自直波制御車、1000形ワイドドア車です。これらの車両は、起動加速度が低く、ホームドアに対応できないことや、4両編成と連結して、10両編成を組成して運用できないといった制約があります。小田急では、2022年度までに、本厚木や大和といった郊外の駅でも、ホームドアの設置が予定されており、運用を続けるとなると、小田原線の新松田小田原間の各駅停車くらいしか使い道がありません。5000形の2020年度投入予定が10両編成5本イコール50両なのに対して、置き換え有力候補が6両編成8本イコール48両とばらつきがあり、この部分をどうしていくのかといったところが以前から注目されているところでした。ここからは個人的な予想を含むため、外れる可能性もあります。現在、10両編成の運用には、3000形の6両編成と1000形、もしくは8000形の4両編成を連結して使用されている列車があります。ここでは、3000形のうち初期に製造された 3251F から 3262F。までの編成が絡むところを見ていきます。1000形4両の未更新車は全車がリニューアル予定であり、リニューアル後は3000形後期車との連結、もしくは4両と4両を連結したうつハッチでの運用に変更されます。8000形との連結は同じ番号同士では10両を組成できない 8051F、8055F、8064F の3編成の他に、8000形6両との検査時などに他の編成が連結している形です。10両の5000形を入れる場合、これらの組み合わせをばらし、3000形の初期車の10両運用を減らした分を6両単独の運用に入れるという形で、1000形ワイドドア車もしくは8000形海自直波制御車を廃車にすることができます。このような変更は3回行うことができます。これで6両編成3本を廃車にすることができます。ここで余った8000形の4両は予備として残す他に、数字の上では廃車とすることもできます。廃車となる6両編成は、ホームドアに対応していない、クヤ31の電源確保に対応していない、1753F、1756F までが優先的に廃車となりそうです。この時点で6本在籍している1000形ワイドドア車のうち半数がなくなることを意味します。ここまでで最大30両が廃車となる計算です。ではさらに5000形が2本増備されたらどうなるでしょうか。ここからはいろいろ考えられます。一つ見てきましょう。1000形4両の未更新車は、リニューアルが終えた編成から連結相手が3000形の後期車へと変化しています。連結相手が3000形初期車から後期車へと変化しているだけであり、将来的に3000形初期車の連結が減る、もしくは消滅するということであり、5000形の増備とは直接的な関係はなさそうです。
次の可能性が8両編成の転用です。8両編成は新宿発着の各駅停車の運用がメインとなっています。10両編成の運用を増やし、8両編成運用を多摩線に2本移すことで、6両編成が多摩線内より開始のほとんどの列車に使用されていることから、6両編成を2本廃車にすることができます。このことにより小田原線では10両編成の各駅停車が2運用増えて、多摩線では折り返し運用の2本が8両化されるということになります。このパターンでは最終的に6両編成5本、4両編成3本、計42両を廃車にすることができます。廃車となる6両編成は5本との予想になりましたが、多少本数は前後する可能性もありえます。優先的に廃車となるのは、軌道加速度が低く、一部のドア位置がホームドアに対応できない、かつ中間車か改造車を連結している 1753F、1754F、1755F、1756F が優先的に廃車となる可能性があります。その次に廃車となる車両ですが、 1751F、1752F は減速車区や31の電源供給車であり、他に1000形一般車の未更新、 1051F が電源供給車であるものの、急いで廃車とする可能性は低いでしょう。そうなると8000形の胎児直下制御車のうちのいずれかの編成の廃車が考えられます。仮に8000形の胎児直下制御車を淘汰した場合、小田急電鉄は全ての車両を VVVF とすることができます。5000形は2021年3月頃までに6本が揃う計画であり、仮にこの予想通りになった場合は、1年足らずのうちに小田急線の雰囲気が大きく変わることとなります。外れる可能性も十分ありえました。ここまで予想してみましたが、廃車の可能性がある車両を確認してみます。8000形海自直下制御車6両2本、1000形ワイドドア車6両6本、さらに8000形の4両編成のうち3本程度が2020年度、2021年度、2022年度にかけてなくなる可能性があります。これらの車両は元々の数が少ないため、仮に置き換えが始まった場合、9000形の時のようにあっという間になくなる可能性があります。記録はお早めにお勧めします。公共交通機関を利用する際は、目、口、鼻を触らない、会話をするときはマスクをして小さい声でする、換気を徹底する。この3つを守ることでほとんど問題ないようです。これからは世間ではなく科学に基づいて行動することが大切です。ここまでご覧いただきありがとうございます。新型車両5000形の登場によって小田急線のイメージが大きく変わろうとしています。今回の動画の内容は個人の予想であり、実際は異なる可能性もあります。楽しくご覧になりましたら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。